クリスティーナ・ハンモック・コックは、アメリカの技術者で、アメリカ航空宇宙局所属の女性宇宙飛行士。ノースカロライナ州立大学で、電気工学と物理学の学士号と、電気工学の修士号を受け、コダード宇宙飛行センターで働いている間に、高度な研究も行った。宇宙飛行士になる直前には、アメリカ領サモアにある基地で、アメリカ海洋大気庁の局長として勤務した。 2019年3月14日、国際宇宙ステーションの第59次、第60次、第61次長期滞在ミッションのフライトエンジニアとしてソユーズロケットで打ち上げられた。2019年10月18日、コックとジェシカ・メアは世界初の女性だけの宇宙遊泳に成功。2019年12月28日には、 コックの ISS での滞在が289日間となり引退した宇宙飛行士ペギー・ウィットソンが保持していた最長宇宙滞在記録を更新し他の女性宇宙飛行士よりも多くの時間を宇宙で過ごした女性となった2020年2月6日に地球に帰還し最終的な宇宙連続滞在期間は328日となったありがとうございます